ふわっと浮き球滝口。さあ高半転、前に向かっていきます。高いく歩夢が来ました。マッチアップ、信岡が追います。まあしかしここは冷静にジャイアント、バウンドした。おっとチャンスフォロー、高が行く、高が行く、パスにしました、シュート来た、来た。リスキーで初戦やからさ、つなぐの難しいから、結構もうずっとボール中央に置いてセカンドボール拾うみたいな感じやけど、はいはい、あれ高と一番シーンぶつからしたらあかんの、あれリズムの高はあかんで、あれ人とぶつからしたら、あ、相手飛んでってました。でも飛んでってた、引きずり回されてた相手なんか1点目あの歩くんが決めたんですけど、まあカウンター気味っていうか、もう高のとこにロングボールが来て、それを胸トラで収めて、変なボールを胸トラで収めて、それを一人で前向いてゴリゴリ引きずりながら、あのスペースに出して歩くんが流し込んだんですけど、あれはあかんの、人とぶつからしたら、人が何回飛んでいったか、高校生ともぶつかわしたらあかんだ、あれはっていうぐらいちょっと最強やったね。え、相手は結構強かったんですか、その。え、うまかった、うまかった、うまかった。動画とかなんか見てる感じ、サークルって聞いてたから、そんな別に強くないやろうと思ってたけど、普通にうまかった、みんな。めっちゃ走るし、めちゃめちゃ強かった。ガチサークルってことですか。多分ガチサークル。